丹波国は、日本の地方行政区分である両政国の一つ、三陰道に属する。六十四州名書図へ、丹波小座主に、丹波が使われているが、古くは、谷波とも称し、谷は、ただしなみ、丹波、谷はなどの表記も見られる。藤原旧石出土木館では例外を除いてすべて、丹波なので、大法律領の施行とともに、丹波に統一されたと考えられている。 和名称では、丹波を、王の下氏派と読む。その由来として、和訓しおりでは、にただし、諸国名義校では、にはすなわち、平らかに広い地としているが、校舎が有力視されている。また、国が分割される場合、都に近い順に、前、中、後をつけて命名されることが、一般的であるが、律令制以前の旧丹波が分割されたとき、 丹波の地名はそのまま残り、丹波国となった。現在の京丹後市峰山町に丹波という地名が残るが、これは9号名、9軍名であり、旧丹波軍が丹波国の中心とも言われている。律令制以前は、田島、丹後も含み丹波国像の領域とされ、現在の京都府の中部と北部、兵庫県の北部と中部の東辺に加え、 大阪府の一部にも及んでいた。7世紀の両政国成立に伴い、田島地域が分国し田島国となり、また、和道6年4月3日、北部五軍が丹後国として分国、そして都に近い軍は丹波国となった。現在では、丹波丹後田島を三単、田島を含まない場合は、両丹と総称することもある。丹波国は大まかに言って、亀岡盆地、 由ラ盆地、篠山盆地のそれぞれ母船の違う大きな盆地があり、互いの間を産地が隔てている。このため、丹波国は貝足なの、終わり土サのように一国単位で結束した歴史を持ちにくい、性質があり、丹波の歴史を複雑化した。地域性として、亀岡、八木ソノベの南丹地方は、山城、摂津と福知山、綾部の中丹は丹後、 田島と、篠山は、摂津、張馬と、表情は、田島、張馬に密接に関わる歴史を持った。丹波国は、古くより、京都の北西の出入り口にあたる、地理的条件から、各時代の権力者から重要視され、張馬や大和などと並んで、鎌倉時代の六原丹大や江戸時代の、京都諸世代などの直接支配を受けた。それだけに、都の政局に巻き込まれやすい国でもあった。 鎌倉時代末期には、足利高氏が、桑田郡篠の村で挙兵し、安土桃山時代にも丹波亀山城主の明智、光秀が本能寺の変を起こすといった、時代変革の重要な舞台となった。さほど有名ではないが、戦国時代に八上城,城の旗の氏は、丹波諸豪族をまとめると、これを率いて山城など周辺諸国に進出したことも、ある。室町時代は、 おおむね細川慶長屋の両国として、守護大内藤氏の下で栄えた。安土桃山時代は、橋場秀勝や橋場秀明、前田玄威といった、豊臣政権の親族などが亀山に置かれた。一方、福地さんは、小野義重勝が封じられた。織田信長の弟である、織田信金が、表情軍柏原に陣屋を構えた。江戸時代は一国を有する大名はなく、七藩。 柏原藩、福知山藩を有した。そのうち、丹波亀山藩と篠山藩は、京都や大阪に近いため幕府の重責用になった、不代大,大名による移入風が多く、徳川幕府が重要視する藩の一つであった。廃藩地検後の明治4年11月2日の第一次、府県統合により、桑田軍、船井軍、イカルカ軍は、京都府に、天田軍、兵城軍、 滝郡は、豊岡県に分けられた。さらに、1876年8月21日の第二次府県統合により、豊岡県は廃止され、天田郡が、京都府に、氷上群、滝郡の二郡が、兵庫県に編入されることとなった。その後、1958年4月1日の市町村合併により、京都府南総電郡下下村が、大阪府高市に、 京都府亀岡市西別院村の牧寺田地区が大阪府と与野郡と与野町に編入されている。和名城に国府在層伝軍皇帝所を追立した反日とあることから10世紀には桑田郡にあったとされる。しかしながら国府の位置は確定できておらず、現在も小説がある。また以上を踏まえ、千代川にあった国府が平安末から鎌倉初期にかけて 国河に移転したとする説もある。丹波国造大戦場、丹波守丹波下鎌倉幕府室町幕府丹波の範囲は、現在の兵庫県側は丹波笹山市及び丹波市で人口、面積ともに全体の2割弱。京都府側は亀岡市、南丹市、府内郡京丹波町、綾部市、福知山市であるため、兵庫県部分より京都府部分の方が広大である。 兵庫丹波、京都丹波と分類するのは丹波が二府県にまたがるためである。そもそも丹波は中央集権体制を進める明治政府の大久保、利道らにより、田島、丹後を含めに通った地域性を無視して二府県に分けられた。亀岡市及び旧府内郡その部町、八木町を除き府県庁所在地を含む京阪神から、 遠く離れ、両府県及び国の施策からは重きを置かれずにいたので、高度経済成長期に一層の過疎化が強まった。なお、1871年11月2日から1876年8月21日の約5年間は、桑田、イカルカ、船井三軍及び山城が京都府、京城、滝、天田三軍及び田島、丹後が豊岡県という構成であった。 豊岡県を二分し、天田軍と丹後が、京都府、京城、滝二軍と田島が、兵庫県に編入されることになったのは、旧伊豆市藩市の桜井つとの発案であるが、当初桜井は、豊岡県全域と鹿間県との合併を進言したようである。2004年11月、旧日上軍が、町村合併で周囲の反対を押し切る形で、丹波市を新指名とした。これに対しては、 反対論や批判もあった。兵庫県笹山市は丹波の名を広めたのは旧丹波国全域であり丹波黒豆や丹波松茸などの丹波ブランドを確立したと自負もあった。これに加えて京都府内の綾部市長や旧丹波町長の各市長からも反対や懸念の声が上がった。古代から丹波国の中心であり続けた亀岡市長からは反対の声がなかった。 この問題は毎日放送の関西ローカルニュース、番組、ボイスや、神戸新聞、京都新聞をはじめとする関西の新聞、テレビ等の各メディアで大きく報じられたで、丹波市は京都府をはじめ全国的な反発を買ったという事件であったと書いている。2004年当時、丹波町が存在していたが、市と町の違いがあるので、競合そのものに法律上の問題はなかったが、 丹波町が周辺の町と合併して、京丹波町が発足した2005年10月11日をもって丹波市、丹波町の並存は解消した。上記の丹波市問題に見られるように、篠山市では旧国名、丹波への愛着が強い。市名に旧国名を冠した丹波笹山は民謡、デッカンシ,シにも歌われ、黒豆や栗など市内物産の販売のブランドとして、 活用し、観光協会も、丹波笹山観光協会を名乗っている。丹波市問題に触発されるなどして、市名を丹波笹山市に解消する機運が高まり、2018年11月18日の住民投票で賛成多数となり、2019年5月1日に、市名が丹波笹山市に解消された。丹波と単語を合わせて、両丹、丹波と田島を合わせてただしん。 またはタダだし、ン場とゴ、タ田島を合わせて三ンと呼ばれる。柏原の薬除け大祭は三ン一のお祭りなどと表現される。なおンタだしは、田島とンゴに用いられる場合もある。ありがとうございます。